ようございます。グローフィッシングの大輔です、確実に来る日を間違えてます。はい、今川に大雨にちょっと来ちゃったんですけど、もう来ちゃったのはしょうがないんで、頑張って一匹取ろうと思います。さあ頑張っていきましょう。はい、水の音がうるさいです。そしてこのエリアを選択した理由が、雨に当たらないからです。以上、ただそれだけ。とりあえず使っていくのがあのストレートか、あのストレート7インチのジグヘッドワックキー、これを使っていくんですが、まあとりあえずジグヘッドワックキー、あのクワセとサーチ両方やりたいから、本当はねプラグを巻こうかなと思ったんですけど、ここ玉ねぎがいっぱい沈んでるんでちょっと嫌だなと思って、浮いてりゃこれで簡単に食うでしょう。何もかけてこない。ちょっとレンジ下げます。さあ雨が上がりかけてきているから移動しようと思うんですけど、ここばっかり落ちてもしょうがないしね。最後にちょっとあのこれ何だっけな、こいつの名前忘れた、三角コティさんだ。これをちょっと一通り打って移動したいと思います。コティさん飛ぶんだよな意外と。昨日オイルさしたからリールの調子も快調ですね。食ったっぽいな。おっしゃ、食った。食った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 。えんちゃんこれ。えんちゃん。あ、これバスか。でかっ。オッケー。よっしゃ来た、でけえ、よっしゃ、ブリブリだぜ、よっしゃ来た、でけえ、これパンパンだぞ。オッケー、いいやつ、マジサンクポティさんがっつりです。ちょっとサイズ測ろう、サイズを。やべえ、久々にこの足がガクガクだよ。その前に魚をケアしたいよ、ちゃんと。体高はいいよね、やっぱり川魚。まあ、50までいらねえか、これぐらいまでで。43センチだね。43映ってっかな。
43。おし。うい、43センチでした。ナイスサイズだね。このコンディション最高だよ、川。やった。よしよしよし。サンキュー、ありがとね。うい。今川。かっこいい。やった。まあ、果たして今の魚をね、釣ったと言っていいのかね。うん、釣れたと言っても過言じゃないですね。ほんと、オケぶん投げて、ボトムつけようと思って、放置してたんですよ。だからもうラインがギューンってね、多分それ、その時走ってたんでしょうね。全然気づかなかったっす。何やここ、こんな深かったっけなーって思って。俺鼻ほじってこうチンコガーかいてからボケーっとしとっただけですからね。うん、ラッキーだ。さてそろそろ釣り具屋さん巻く時間だし、釣れてない店長に自慢しに行こうかな。おはようございます。この間のライブの通りちゃんと動画回しながら入ってきた。釣れました。一匹だけです。あ、なんか見た。ストーリー上げてます。上げてます。いいな。いや、ただ単に自慢しに来てちょっと買い物しに来たんです。自慢尽くしてる。ビッグベイト投げてないですから。金曜日ぐらいかね。マジっすか。マジでみんなこれみんな言うんですけど、はい、本当になくて、夢の前なんか魚ずっとうろうろしてましたよ。よかった本当。